ですね。どうする？家に帰って G 行為でもするかな。ごめんよ。実際君は大したやつだな。 G 行為がそんなに大したことか。バカ、その度胸というか。ここ週に2回は欠かさないんだよな。何の話をしている。だから G。 ま、それだけ言えれば大丈夫だろう。その勢いで進路はどうする。好奇心からの質問かい。まさか。人はそれぞれ生きたいように生きればいいんだ。それは私のポリシーでもある。これは担任としての責務の範囲内だな。聞いておくように学年主任に言われたんだね。卒業はするつもりさ、一応ね。うん。君の家は経済的に問題はなさそうだし、大丈夫だろう。あゆみさんは親父の野郎と違ってちゃんとした仇の仕事についてるからな。確か海岸沿いの大きな会社だったか、ジオなんとかだったな。担任なんだから。まったく、ジオテクニクスだよ。そうそう、そんな名前だった。ここからはちょっと見えないな。だが眺めはいいな。あれか、海岸でやってるというのは。海岸であれをやってる。バカか。ふん。最近ずっと工事をしているみたいだな。ああ、ここ一週間ばかりずっとだ。一度行ってみるかな。はい。立ち入りは禁止だそうだ。端っこから少し見るだけだよ。確か社屋拡張のための岩盤調査という話だったと思うが。え？私に聞かれても困るな。君の母親が勤めてるんだろ。うちでは仕事の話をほとんどしないんでね。家族の団らんに仕事はいらぬってことかな。最近かんばしくないらしいな。おいおい、家庭内のことまで言うのか。工事のことだよ。事故続きって話じゃないか。みたいだね。どういうことなのかな。俺に聞くよりも新聞なんかの方が詳しいぜ、多分。読んでるよ。なんでも落雷ですでに3人が死亡したそうだ。有馬さんだったら多分まだ学校内にいるはずだ。別に夜になればうちで会えるわけだし。突っ張ってるじゃないか。いいぞ。そうそう、奨学金のことは聞いたか。いや、今初めて。経済的に苦しいのであれば残りの学費は出しても構わないと学長が言っていたぞ。まさかな。慎んでお断りするって伝えておいてくれよ。ま、そういうことさ。あまりよくは思っていないみたいだな。想像は勝手にしてくれて構わないが、それを真相のように語ってほしくはないな。親友だったのは俺の親父だ。俺まで親しくなる義務も責任もないわけだからな。そうか。そうさ。お、そろそろ行かないといけないな。ああ。あまり頼りにならない担任ですまないな。まったくだ。だが相談くらいなら乗ってあげられる。気を使わなくたっていいぜ。まあ金以外のことだったら大体 OK だ。
保健室へ来てくれ。金以外だったら OK？ うん。へへへ。却下。まだ何も言ってないぞ。どうせ君のことだ。想像はつく。教師のくせに先入観で個人を判断するのか？口だけは達者だな。じゃあ言ってみろ。青い性の悩み。却下。あのな、健全な青少年には性の悩みは結構深刻なんだぞ。君は健全ではない。チェ。まあ明日から補習だからな。明日は明日の風が吹くと。しょうがないな。寄り道しないで帰ること。わかってるじゃん。さすが担任。さて、まだ仕事があるからな。疲れてるのかい？まあね。ここ最近ずっと宿直を申し出ているんだ。宿直って、夜の晩かい？そんなところだ。じゃあ。ちょっと気をつけて。あれ？何やってるんだよお前。部長じゃないですか。本日はお日柄もよく。誰だお前。誰ってやだな。部長の第一の子分、結城正勝。そうだった。確かそんな名前のやつが部活の後輩にいたな。頼みますよ部長。その部長と呼び方やめろって。じゃあ社長。相変わらず面白いな、ゆう。そんなに褒めていただかなくても。じゃあ、拓也さんでよろしいですか？よろしいもよろしくないも、呼び方に因縁つけたことなんて。まあ、目上の者への配慮ってやつですよ。で、お前はそこで何をしているんだ？何って？痛いよ。じゃあ、俺は息をしてるぞ。そうですね。じゃあ、僕は生きて。パコパコぶたないでください。面白すぎるんでな。景品だ。面白かったですか？いや参りましたよ。ゆうべ徹夜で考えた甲斐がありました。授業終わったんだ。はい、命を落とすものもなく無事に終了しました。お勤めご苦労。それにしても、随分とご機嫌ですね。もう、階段をスキップして降りてくるくらいですからね。そんなに浮かれていたか？そりゃもう、まさに盛りのついた馬車馬が、メスの小屋へ走り勤しむ姿、そのまま！ジョークですよ、ジョーク。時々お前のはジョークになっていないんだよ。それにしても親分、また屋上でサボりでやんすか？単に昼寝をしていただけだ。そういうのをサボりって言うんじゃ。なあ、昼寝ですね、昼寝。そんなに怖い顔しないでください。単なる昼寝じゃないぞ。英気を養うためだ。眠気は人類最大の敵って言葉があるだろう。誰の言葉ですか？俺だ。さすが親便でやんすね。お前だんだん呼び方が変になっていくぞ。明日もですか？おう、俺は特別待遇だからな。寝坊なんてすると単位を落としてしまいますからね。じゃ、モーニングコールでもしてくれるかい？がってに承知の助でござる。誰だお前。明日朝一番にお電話させていただきます。あまり早くかけてきたら怒るぞ。俺は寝起きが悪いんだ。わかっています。ゆうきくん、誰？あ、これは学園アイドル島津美代さんではありませんか？誰だよ、学園アイドルって。あら、歩くリビド有馬くんね。お久しぶり。ガオー、俺は歩くリビドだ。バカくすん。
明日から夏休みだっていうのに、なぜこんなに不愉快にならなくちゃいけないのかしらね。さあな、あの日なんじゃないの。なんて下品な。タクヤさん、ちょっと抑えていただけると。何おどおどしてるんだよ、ユキ。別に俺たちは法に抵触するようなことはしていないんだぜ。ユキ君、放っておきなさい。おい、ユキ、納得するな。ユキ君。ユキ。気絶したか。で、お嬢様。あまり機嫌が良くないらしい。残念だな。あなたになって、どん底に落ちたばかりなの。相変わらず優しい言葉をかけてくれる、ミオちゃんは。有馬くん、あなたにちゃんなんて呼ばれる筋合いは。じゃあ、ミオよ。俺の胸にどんと来い。呼び捨てにしないで、ケン。じゃあ、ミオ様？頭が悪くなりそうね。ははは、俺の勝ちだな。屋上で何をやっていたの。話を変えたな。で、屋上かい。武田先生と何か話していたようだけど。別に、今後の進路相談さ。武田先生が降りてきて、あなたが降りてきたんじゃない。大した推理力だ。脱帽だな。相変わらず年増趣味なのね、有馬くん。補習を課せられているんでしょ。まあな、こいつを落とすとヤバいらしい。ちゃんと勉強はしているの。単なる補習になんで勉強が必要なんだよ。バカね、補習の終わりにテストがあるのよ。テストがあるのか、そりゃまずいよな。まずいって。目頭を押さえてどうした。そうならなくする手段を講じようとは思わないの。それは優等生お嬢様の考え。そう考えられないから今の俺があるってわけだ。自慢しないでよバカ。バカとはなんだ。じゃあお前の母さんはデベーソーだ。冷ややかに俺を見ないでくれ。有馬くん、このままだと留年するか退学するかどちら。しょうがない、なるようになるんじゃない。とにかく補習はちゃんと受けなさいね。どうせ受けたってテストで通ら。妙だな。大体なんでお前が言うんだよ。エリコ先生じゃあるまいし。同級生に落ちこぼれを出したくないだけよ。私の自尊心に問題ね。大したもんだな。保健室に行かないと。武田先生に話してくるわ。おいおい、何を話すんだよ。あ、後で迎えに行きますから島津さん。ええ、そうしてちょうだい。おい、いつまで気絶してるんだよ。その前にその頭の上の足をどけていただきたいんです。あ、そうだった。相変わらず拓也さんと島津さんのやりとりはすごいですね。そうか。一回見るたびに100日寿命が縮まります。どっか古いぞお前。それにしてもすみません。まだ何も言っていないぞ。タクヤさんがそういう顔をするで、ふぅ、お前な、なんだあれは。ああ、なんでしょうか。なんだよ、あの、迎えに行きます、そうしてちょうだいってやりとりは。な、何か文法的におかしなところでも。バカ、そんなことじゃない。お前には男のプライドってのがないのか。だってそう言わないと彼女怒りますし。親指で眉間を揉まないでください。
後で保健室へ迎えに行かなくちゃ。後で保健室へ迎えに行かなくちゃ。でも彼女やっぱり素敵ですよね。エリザベス・テイラーか。誰ですかそれは。知らないのか。絶世の美女の代名詞だぞ。いつの話なんですか。彼女、島津さんのことです。部活を始めた時からミオの追っかけをしていたからな。とんでもないっす。入部したのは拓也さんくらい強くなりたかったからですよ。口だけは達者だな、お前。今日も一緒に帰れるんですよ。一緒に？ママが迎えに来るのか。うちのお袋が来るわけないじゃないですか。もちろん島津さんです。お前な、そんなことで嬉しそうにするなよ。だって嬉しいんだからしょうがないっす。一緒に帰れるのも例の事件がきっかけになってましてね。例の事件？ほら、たたり騒動ですよ。一頃話題になった。ああ、あれか？うるすぎますよ。ま、似たようなもんですけどね。確か被害者まで出ちまったあれだな。まだ捕まっていないんだろ？みたいですね。猫科の猛獣説あたりが有力ですから、多分活動場所を移動したんでしょう。俺はまたどこかの変質者が妙な格好をして出歩いていただけかと思っていたんだがな。だったら笑えますよね。俺だったら亀のたたりじゃ。まさか拓也さんがやっていたわけじゃ。ですよね。いくら拓也さんが変態でもそこまで。やだな、そんなに怖い顔しないでくださいよ。ありがたくて呆れているんだ。でも僕に言ったことはいい。言ったこと？たたりじゃーってあれです。なんでだよ。みんな拓也さんの仕業じゃないかって疑っています。でもたたりってのも全くのデタラメって感じがしなくな。これだけいろいろなことが起きるとそうかもしれないな。ま、でも騒動のおかげで思い切って告白できたんですよ。告白？島津さんにて。え？とうとうしたのか？そうです。物騒ですから一緒に帰ろうって思い切って言いました。何かおかしいですか？いや、日本語の問題だな。でも彼女あんまり怖がっていないと言いますか、なんというか。だろうな。むしろ興味津々だろう。そうそうそうなんです。島津さん、そういう不思議なことに興味があるみたいで話が合うんですよね。あれ、なんで拓也さんが知っているんですか？何を？島津さんが不思議なことに興味あるって。いや、そのほら、ああいう女の子ってさ、ゴシップネタに怪奇ネタって相場が決まってるじゃないか。それにクラスメートのことを把握しておくのも歩くリビドーたる俺の務めだということだな。うん、そうか、そうですよね。納得するなよお前。すみません。
大体な、俺はツンツンした女は好かないんだ。そこが妙なんですよね、結構。何か言いたげだな。はあ、まあ。言ってみろよ。その、彼女を拓也さんにだけツンツンしてるような気がして、僕や他の生徒に接するときは、もっと優しいんですよ。そっか。気分を悪くしないでほしいんですが、拓也さんの前に出ると途端に、あーで。ゴキブリのように嫌っているんだろ、きっと。そうですかね。可愛がっていた犬とかに噛みつかれた時に必要以上に頭に来ちゃうみたいな。俺はペットかよ。違いますよ。つまり可愛さ余って憎さ100倍とかいう感じみたいな。ま、想像するのは自由だけどな。それを真相と勘違いするなよ。はあ、ま、そんな気がしたんです。気がするだけだ、気が。まさか彼女拓也さんのことがなんてことないですよね。そうだったら、そんなしょぼくれた顔すんなよ。お前がミオに惚れてるのは知ってる。安心。はあ。だいたいあのプライドの高いお嬢様だぜ。常識で考えてみろよ。そうですよね。島津さんが拓也さんなんかを。拓也なんかとはなんだよ、拓。怖い顔しないでくださいよ。まあいい。少なくとも俺は論外だな。ものに。部長。その呼び方はやめろって。なんでやめたんですか、部下。そうだな、受験を控えてそろそろ勉学に本腰を入れるためってのはどうだ。受験しないって言っていませんでした。あれ、そうだっけ。そうですよ。この学校はエスカレーター式で上の大学部に行けるから、俺はこの学校を選んだんだって。まあ心境の変化ってやつだな。心境の変化ってどういう。おい、そろそろ例のお嬢様しびれを切らしているんじゃないか。え、ほら保健室で待っているとかなんとか。そうだった。大変ですよ、島津さん怒ってる。あのな、最初からそんなに尻に敷かれちゃ。そういえば拓也さんも急いでいたような感じでしたが大丈夫でしょうか。え、ほら息を切らして屋上から降りてきたじゃありませんか。そうか、俺は別に急ぎの用事はないぜ。わかりました。とにかく保健室へ彼女を迎えに行きますね。拓也さん。やば。よう、お嬢様に会えたかい。はい、おかげさまで怒られずに済みました。保健室の用事は済んだのかい。好意の武田先生いなかったんですよ。いない、しょうがないな、あの先生は。なんだかいないことの方が多いみたいですね。例のお嬢様は後ろに。あっ、何よそのリアクションは。美しいものに出会うと俺は奇声を発するんだ。なんだよそのいかにも信じられないって顔は。信じられないの。心外だな、
俺はいつだって真面目だぜ。なんだよ、そのもっと信じられないって顔は。もっと信じられないの。あと、お嬢様って呼び方はよしてちょうだい。なんで？嫌だから。嫌よ嫌よもいいのうちって言うだろ。なんだよ、そのいかにもバガって顔。言葉通りね。うん。ゆうきくん、行きましょう。あ、うん。じゃあ、たくやさん。ああ。アニマ、入ります。うん、入りたまえ。アリマです。入ります。なぬ？どわ！け！あ、あゆみさん！たくやくんじゃない。どうしたの？どうしたって、その…どうしたの？いや、そうなんだって何を言ってるんだろう、俺は。でもないわよね。ここ、たくやくんの学校だもの。そうだよな。うん。もしかして、たくやくんが呼ばれたの？え？わからないけど。
まり歩みを心配させないでね。大丈夫だよ。心配するようなことじゃないはずさ。本当？さあ、自信はないが確信もない。何よそれ。フォローになってないわよ。だってさ、特に身に覚えは。ないの？いや、ありすぎてわからないところがミソだよな。おっと、あゆみさんしっかりしてくれ。冗談だよ冗談。もう。そんなプリプリしないでくれよ。大丈夫だ、別に怒られたりはしないと思うぜ。たくやくんの大したことないわ。大したことあるんだもん。心外だな。俺は今まで清廉潔白を通してきたんだ。大嘘って顔をしてるね。だってそうじゃないの。もうついこの間だって。何かあったっけ。始業式の校歌斉唱のテープ。あ、あのエロテープにすり替えたやつ。そう、顔から火が出るほど恥ずかしかったわ。でも結構受けたじゃないか。笑いは心の潤滑。そのおかげで歩美は校長先生に大目玉。そうだったっけ。少しは反省してくれないと母親としての立場がないわ。どうしたの。そんなに真面目な顔して。いや、その、反省してる。え？もっとしっかりしなくちゃいけないのにな。ごめん。そんなに。何？そんな、迷惑だなんて思わないで。息子をバックアップするのも母親の務めだもの。それにしても、肝心の呼んだ人がいないみたいね。ああ、どうしたんだろうな。でもさ、何？よく考えてみたら、俺たち同じ有馬って名字じゃないか。だって親子だもの。そういう問題じゃなくて。じゃあ何なの？だから、あゆみさんが呼び出されたって可能性を問題にしてるんだよ。私は？誰に？そりゃ知らないけど、ここの学長さんに何か用事。好意のエリコ先生に聞いたのさ。まあ俺が呼び出されたらやっぱただじゃ済みそうもないが。おっとっと、だからあゆみさんの方の可能性が高いんじゃないかってことだ。本当？本当。本当に本当？そうよね。私ったらてっきりまた拓也くんが。てっきりまたって、まあその通りだけど。そうよね。工事拡張に関して
彼に話を通す必要があるの。工事拡張か。例の海岸のやつだろ。ええ、社屋拡張のためとなっているわ。なっているって、じゃあ本当は？本当にそうなの。社屋拡だって、建物を建てたはいいけれど、傾いたり倒れたりしたら。そりゃまあ、そうだけど。そのための調査。あゆみさん、それが今の仕事なのかい？ええ、一応責任者ということになっているのに。工事現場の監督？違うわ、設計の責任者。大丈夫なのかい？大丈夫。その遠慮なんて言葉が拓也くんの辞書にあるの？傷つくなあ。まあ新聞とかをにぎわしてるじゃないか。例の落雷事故だよ。あゆみさんに何かあってからじゃ遅いだろ。心配してくれてるんだ。そりゃ親子だしね。ありがとう。でも大丈夫よ。今後事故が起きないように作業員には絶縁服を着せるようにしているから。あとは土の運搬作業に関して。あ、龍蔵寺先生、よく来てくれたね、有馬くん。はい。そうか、同じ有馬のせいだったね。放送で呼んだのは歩美くんの方だ。なんだ、少し残念だな。君は高台の息子だね、確か。有馬拓也です。大きくなったものだな。はじめまして。君がまだ2歳くらいの時かな。彼が私のところへ遊びに来てね。俺は、自分は初対面ですから。お久しぶりです、龍蔵寺先生。久しぶりだね、歩美くん。こうして会うのは大学のゼミ以来かな。先生には大学時代本当にお世話になりました。君が高台有馬博士、私の自宅は知っているだろう。学校のすぐそばだよ。確か2ヶ月ほど前に越してらしたということですね、うん、しかし思ったより元気そうで何よりだった。新聞で読んだよ、高台有馬博士は。残念なことだったね。はい。彼は私の研究仲間にして親友だった。惜しい。電話で話したと思うが、彼、あるいは彼女から何か預かっているものはなかったかね。いえ、龍蔵寺先生宛てには何も。私宛てと限定しなくても構わないのだが。どうしたの？いや、最近喉の調子が悪くてさ。さてと、どうやら俺はお呼びでないらしいからこの辺りで失礼します。君とは一度ゆっくり話し合いたいね、有馬拓也君。機会があれば。何せいろいろと問題が累積しているんで確約はできませんがね。君は知らないかね、高台が何かを残しては。知りません。それじゃ失礼します。拓也くん、今日は少し遅くなるかもしれないわ。最近忙しいみたいだね。分かってるよ。ごめんなさい、なるべく早く帰るようにするわ。あ、あら、ドア、みつきさん。あ、いや、一条先生。みつきでいいわよ。
久しぶりね。ああ、久しぶりだね、本当に。今は、有馬くんの方がいいかしらね。呼び方なんてどうだっていいさ。以前はこだわっていたくせに。美月さんは龍蔵寺さんのお供かい？ええ、秘書の仕事だもの。ここの非常勤の講師辞めたのよ。え、そうなの？もともといいバイトということで始めたんだけどね。美月さんの歴史の授業結構気に入っていたんだけどな。ありがとう。本業の方が忙しくなってきたからしょうがないのよ。秘書業かい？そう、講師との兼任は難しかろうって龍蔵寺先生に辞めるように言われたの。まさかあのことが？違うわよ。龍蔵寺先生の仕事が忙しくなって私の仕事が増えたから。そっか。なんだい神妙な顔して。お父様のことを新聞で見たわ。逆さ、やっと死亡認定されて重苦しい生活ともおさらばだよ。どういうこと？考え方の問題だな。死ぬにせよ生きるにせよ中途半端な状態ってのは結構ストレスがたまるものなんだ。そういうことさ。白黒はっきりしてしまえば意外に裁けるものだぜ。そう、そうさ。よかった。もっと落ち込んでいるかと思っていたわ。落ち込んでいたらまた慰めてあげるわ。美月さんは最近落ち込んでいないみたいじゃないか。私もね、最近やっと割り切れてきたの。大人になったな。言ったわね。俺の方は落ち込む以前に落ち込んでる暇がないんだ。頑張ってね。お互いに。私の方は結論が出ているもの。じゃあ私先生のところへ行くわ。ああ頑張って。サンクス。ごめん、大丈夫だった？もう、気をつけてね。Thank you.
めんなさい。あれ、何でしょうか。そうだ、先日転校してきた。思い出したぞ。俺の頭のデータベースからは可愛い女の子の情報はデリートされないんだ。先日転校してきた畑のカンナちゃんだったよね。はい。俺のことを覚えていない？ほら、同じクラスの。知っています、有馬さんですね。よかった、覚えていてくれたんだ。覚えています。転校生歓迎と言っていきなり服を脱ぎ始めた方ですから。まあそういうこともあったな。何しに来たんだい？少し散歩。散歩？だったら俺と一緒に。失礼します。ただいま。Thank you.
こちら有馬ですが。Thank you.
電話で話したと思うが、彼、あるいは彼女から何か預かっているものはなかったかね。私宛てと限定しなくても構わないのだが。
調査中です。落雷事故に関して警察機関では会社側にミスがなかったか関係者に事情を聞く方針です。なお島津市長は事故に関する行政上の因果関係を全て否定している模様。何でしょうか。はい、分かっています。善処させていただきますが。あゆみさん。ですから、先ほどから申し上げている通り、こちらの工事に何ら問題はなく。ですから、違うと先ほどから。はい。はい。問題はありません。ありませんが、責任者として意見を言わせていただければ、工事続行に私は反対です。納期を遅らせてでも、原因の究明は急務かと思われますが。はい。はい。そうです。責任者の意見として吟味していただければ。いえ、そういうわけでは決して。そうです。いえ、こちらのことでして。別にのぞくつもりじゃ。いえ、本当に何でもありません。規制を発して申し訳ありません。お待たせ。え？とんでもないところ見られちゃったわね。いや、下着なんて俺は全然別に。ん？何を言っているの？で、は？ああ、そうだね。今日は遅くなってしまって、ごめんね。ああ、牛丼ご飯を想像したら、なんだか胸焼けがしてさ。何よ、それ。食事代は返すよ。お小遣いにしていいわよ。おう、牛丼10杯だって食える自信があるぞ。冷蔵庫に何かあったと思うから、あり合わせになるけど、いい？全然構わないぜ。お味の方は保証できないわよ。あゆみさんの料理だったら、何でも美味しいさ。じゃあ、待っててね。
タクヤ君。わっ、なんだい？言い忘れていたけど。は？女性の部屋に入るときは、わかるようにノックをすること。見たでしょう。見てない見てない。あゆみさんの下着姿なんて。今度やったら、お仕置きだからね。どうしたの？ため息なんてついて。よっぽどお腹が空いていたのね。よっぽどお腹が空いてたんだ。味も何もないじゃない。そんなことはないぞ。俺はちゃんと味わってたな。はい、お水。この一杯のために生きている。食べ物を口に入れたまま離さないので、どうしたの？二人前作ったのに、お皿の上からどんどんなくなっていくのが信じられないの。二人前は俺の半人前だからな。本当かしら？本当だよ。うまいよこれ。この唐揚げは絶品だな。スーパーの唐揚げじゃない。違う、揚げる人によってこうも味が変わるもんかって。またそんなこと言って、お小遣いはさっきあげたわよ。これはお世辞は言わないぜ。まずかったらまずいって言うさ。そうよね、タクヤ君はそうだものね。まだまだあるから、たくさん食べてね。あらあら、こぼしたわよ。はい、あーの。指まで食べないで。あのな、あゆみさん。何？はい、あーんはないだろ。でも食べたじゃない。食べ物を粗末にしたくないだけだ。まだまだ子供じゃない。チェ、このやり場のない心を空砲に消化させるぞ。ゆっくりと食べないと喉に詰まるわよ。はい、お水。バッハ。大丈夫だった？うまいから。急いで食べ過ぎちゃったな。お小遣いはあげたわよね。チェ、お世辞じゃないのに。なんだい、そんなに見て。だってすごく美味しそうに食べるんですもの。実際うまいよ。大好きな人に美味しく食べてもらうの。お皿の上に落ちたわ。
いや、その、親子だよな、俺。え、そうよ。たくやくんは たくさん食べて、健康に育ってほしいわ。そっか、そうだよな。あら、どうしたの？いや、その、もう、お腹も胸もいっぱいでさ。ごちそうさま。ああ、美味しかったよ、本当。ありがとう。こんなものでよかったら、また作ってあげるね。さんでした。どういたしまして。すっごい勢いだったわね。胃袋に何も入っていなかったからさ。お口の端っこにご飯粒え取ってあげるね。いいよ。ほら、あゆみさんがズボンのポケットにいつも入れてくれてるハンカチがある。どう？取れた。満腹感この上なしって感じだな。何か出前でも取ればよかったのに。あゆみさんの手料理が好きなんだ。どうしたの？なんでもないわけないだろ。あの人もよくあゆみの。ごめんなさい。なんで謝るのさ。だって拓也くんはあの人のたった一人の肉親だし。そういう言い方はやめようぜ。俺たち家族だろ。あゆみさんが悲しければ俺も悲しいさ。家族なんだ。肉親とか血のつながりなんて関係ないね。そうね、ごめんなさい。だから謝るなんて。いや、もうお腹も胸もいっぱいだった。そういえば、さっきテレビで見たんだけど。何かしら？例の海岸工事さ。そうね。本当に大丈夫なのかい？大丈夫よ、本当に。さっきのニュース番組で、すっぱ抜かれてたじゃないか。そうね。あゆみさん。もちろん大丈夫よ。行員の安全を第一に考えているわ。ただ、原因究明のために、工事を一時中断した方がいいと思っているけど。違うよ。あゆみさんの身の心配をしているんだ。あゆみは現場にほとんどいないから。ありがとう、心配してくれて。現場にいないのか。だったらいいかな。そんな楽観はできないわ。だって安全なんだろ。あゆみは安全かもしれないわ。でもあの工事現場には今の人がいるのよ。後方の安全な場所にいながら他人に危険なことをさせるわけにいかないもの。そっか、そうだよな。でも会社の命令は続行なの。さっきの電話か。あ、こんなこと人に言っちゃいけないんだわ。内緒よ。言わないよ。でも不思議だよな。落雷なんて滅多になかったのに。しかもっと不思議なこともあるのよね。不思議なこと？あそこの土や何かを運び出そうとすると落雷が起きるの。例外なく。迷信深い付近住民の方々は
海の神の怒りに触れたって。まあ非科学的な。でも事実なのよ。だから今は工事が止まってしまって。あゆみだって半信半疑だもの。拓也くんは信じられないでしょうね。悪いけど信じられないよ。落雷のタイミングは単なる偶然として、他の原因を究明した方が建設的じゃないか。もちろん原因究明は科学的に行っているわ。未だ原因はつかめず。私の権限で運搬作業に限っては停止しているの。だけど上層部からは何をやっているんだって。そっか。工事続行が付近住民や遺族の方々を魚でするようなことにならなければいいのだけど。でもさ、落雷なんて天災じゃないか。そんなことまで会社側が面倒を見るのかい？その辺は会社側の管理体制の問題ね。やめましょう。そうだね。熱く語ったら体も熱くなってきたわ。あ、熱によく効く薬が我が家にあったって知っていた？熱によく効く？ああ、解熱剤みたいでさ、俺の母親、いや、その、親父の前妻が使っていたらしい。俺も子供の頃、よく熱を出してさ、そいつをよく飲んでいたんだ。バッチリ効くんだ。でも大丈夫。少し汗をかいただけよ。そっか。そういえば、担任の先生から聞いたわ。武田恵里子先生？そうそう。加えタバコの面白い先生。面白いというよりは変わり者って感じだよな。拓也くんはどうするの？どうするってどういうこと？進路。大きくなったらお婿さんになるってのはダメ？じゃあお金持ちのお嬢様の婿養子にでもならないとね。本気にしないでくれ。あら、以前連れてきた女の子、確か島津さん。おいおい、あれはクラスの打ち合わせで彼女が勝手についてきただけだ。全く絶対に宇宙の果てまで関係ない。ふーん。なんだよ、その本当かしらって顔は。本当かしらって思ってるわよ。うん。拓也くんにも春が来たかって嬉しかったんだけどな。バカ言うなよ。本当に何でもないんだったら。で、どうなのとは、何なの？進路。お婿さん。それはさっき聞きました。そんな凄みのある顔しないでくれよ。真面目に言いなさい。チェ。じゃあ、俺からも一つ聞かせてくれよ。何かしら？あゆみさんは、どうなってほしいんだい？え？あゆみさんの母親としての希望さ。あゆみの希望は、拓也くんが一番いいと思う道に進んでほしいわ。ずるい言い方だな。でも本心よ。後悔だけはしてほしくない。自分が今一番いいと思う道へ行ってほしいの。ねえ拓也くん。なんだい？好きな人とかいないの？バチャッ！しょ、え、何？ごまかしてもダメだからね。好きなのはあるぞ。梅クリーム焼きの梅抜きが俺は好きだ。人間で好きな人。ノーベル賞科学者湯川秀樹博士が大好きだな。何よそれ。女性よ。エリザベス・テイラー。拓也くんの恋の対象になる女性よ。なんだよ、エリザベス・テイラーを恋の対象にしちゃいけないのか。ふう、家族っていうのはね、信頼の絆で結ばれているのよ。だから？だから、もういい。俺の勝ちだな。まだまだ、ぬか。そうでしょ？じゃあ聞くけどさ、あゆみさんの一番好きな人は？あゆみの、一番好きな人？うん、そう。有馬光大博士、かな。Thank you.
あゆみさん、その、俺、無神経で。たくやくん。何かな。でもね、もう一人、同じくらい好きな人がいるわ。え？同じくらい、好きな人がいるの。同じと、同じくらい？どんなやつ？そうね、大人ぶってみたりするけれど、実は純粋な男の子。他人への配慮や優しさを兼ね備えている。失言を後悔してすぐに謝っちゃうような人かしら。大切な私の家族よ。顔を洗って寝なさいね。おやすみ。よし、とりあえず俺の責務は全うしたな。任務完了、撤退するか。何を言ってるのよ。あれ、ミオじゃないか。責務の全うが効いて呆れるわ。ただ眠っていただけじゃない。青いな、眠るのも仕事のうちって言うだろ。あなたの場合は眠るのだけが仕事ね。で、なぜ才色兼備のお嬢様がかような補習事業に？もしかして俺が目当てだな。バカ言わないでよ。誰が毛虫みたいな人。ちょっと傷ついたぞ。補習といってもね、自主参加の講義の意味も兼ねてるわ。単位が足りなくて出席しているような人。うん、いいよ。そういえば、結城のやつと一緒に帰ってるんだって？あなたに関係ないじゃない。そうだな。年下だけど、結城くんは優しいし、私のことを気遣ってくれるわ。おお、それは良かったな。なんだよ、その不本意そうな顔は。別に。また妙なことに首を突っ込んでるのか。妙なことって何よ。結城から聞いたぜ。例の好奇心が頭をもたげてきたってさ。そんなこと、彼に少し質問をしただけ。ふーん。言っておきますけどね、
うん。何よ、窓の外を向いて。いや、相変わらず説教癖治っていないみたいだな。あなたにそれを。ごめんなさい。あれ、君は。風のように言ってしまった。確か肌のカンナちゃんだ。彼女も補習を受けていたんだ。転校生の肌のさんね。1ヶ月ほど前に来たばかりの子じゃない。またいやらしいね。女と見ると見境なし。何を。あの畑野さんはやめといた方がいいわよ。なんだよそれ。いろいろと芳しくない噂も聞くし。ふふん、わかったぞミオ。な、何よそのにやけた笑いは。カンナちゃん可愛らしいからな。ふふん。だから何よ。ミオのクラスにおける地位の危機だよな。危機？お嬢様って人種は何でも一番じゃないと気が済まないらしいしな。バカバカしい。気にしていないもの。ほう、全くか。全く。全然か。全然。問題ないな。ないわよ。いいな。いいわよ。よし。ちょっと、ズボンを下げてるのよ。 OK なんだろ。チョークじゃないか。まったく日本人はジョークを返さないというが本当だな。 あなたのジョークには品がなさすぎるわ。人前でズボンを脱ぐのはジョークとは言わないの。大丈夫だ、ミオの方が可愛いと思うぞ。って言われたら嬉しい？違うわ。まだ何も言っていないぞ。そのにやけた顔を見れば何を考えているかわかるわ。ほう、では俺が何を考えていたか。どうせその、え、聞こえない。その、何言わせるのよ。一体。もう帰る。しかし彼女なんて言ったんだろうな。なんだか興味があるぞ。またもや寿命が縮まりました。この間の抜けた声は僕ですよ。なんだよ寿命って。島津さんと拓也さんの戦いは見ていて疲れます。とっくり合いだったらいいけどな。分かってます、どうせ寝技でしょ。その通りだ。ところで拓也さん、島津さんは？なんだ？見ていなかったのか。ああ、突然怒って帰られたようなので。うん、ミオならもう帰ったぞ。お前の姿を見たら一目散にそこの窓から飛び降りていった。そんな、僕もすぐに行かなくちゃ。おい。そうだ、どうし、拓也さんにお伝えすることがあって。お前な、心臓に悪い出方をするなよ。さっき1階のホールで一条先生が探していましたよ。一条って美月さんが。はい、じゃあ伝えましたからね。さあ島津さんを追いかけなくちゃ。入ります。
なんだが、霞がかかっているような保健室だな。消毒液とニコチンとタールの匂いが微妙に混ざり合って幻想的な匂いを醸し出しているぞ。これを嗅いでいるだけで、俺はうってな感じでピュピュッと。こらこらこら、そんなところで出されても困るぞ。何を出すんだよ。タバコの煙は煙たいからな。涙に決まっている。ナイス。ふぅ、涼しいな保健室は。ダメだ。は？君はよく寝に来るからな、要注意だ。一人寝は寂しいぜ。エリコ先生と一緒なら楽しいけどな。アホか君は。ふん。で、何かね。それは私のセリフだわ。いや、エリコ先生の心の代弁者だから。そういえばタクヤ。なんだいエリコ。あのな、教師を呼び捨てにするやつがあるか。生徒は呼び捨てにしていいのか。私は担任だ。俺は納税者だ。何が言いたいんだ。いや、実はよくわからないんだが。はあ、冗談だよ。美月さん、一条先生を見なかった。最初からそう言ったらいい。で、知らないかな。彼女は確かもう非常勤講師を辞任したと思うが。知っているよ。ただ俺に話があるらしいって。知らないな。そっか。一条さんは確か龍造寺学長の秘書だったよな。そういう話だね。彼女について。何かって何さ。例えばそうだな、良い噂でも悪い噂でも。いつから好意の先生がゴシップ記者になったんだい。それも仕事のうちなんだ。どうだ、その手の噂を聞いたことは。ないな。大体他人のゴシップに耳をそば立てる趣味はないぜ。そうか、君はそういうタイプの人間だな。君は明日も補習だからな。ああ、灰色の夏休みってわけか。ああ、灰色の夏休みってわけか。そうだな、外に出るか。拓也。なんだい？一条さんに会ったら一度話をしたいって言ってもらえないかな。自分で言えばいいじゃないか。君の方がおそらく先に会うだろう。頼んだよ。わかった。失礼します。やっぱり誰もいないみたいだな。このまま何もしないで帰るのも尺だよな。よし、この俺様が室内のエントロピーを増大させてやろうか。せーの。おや、君は高台の。とっとっと。いやあ、龍造寺学長様様。似ているな、そういうところが父親に。昨日はあまり話ができなかったね。ええ、特に話すこともないようですし。
どうしたのかね。いえ、ちょっと人を探していたもので。この研究室に？ええ、いなかったみたいですが。歩美くんは元気かね。ま、不治の病にもかかわらず元気に生活しています。うん、歩美さんの恩師だって聞いてますけど。正確には高台、君の父親が直接の恩師ということになるな。私はあくまで彼女のゼミの一つを受け持っていただけでね。ってことは親父は教え子に手を出した。まあそうなるか。あの野郎。まあ結果的にはということだ。付き合う者同士に年齢も、彼女は利発で知識欲の旺盛な優等生だったからね。大学に残って研究を続けていればいい学者になっただろうな。惜しいな。君も歴史に興味があるということだね。え？一条君から聞いているよ。ええ、まあ。血は争えんな。親父、父とは親友だったそうですね。うん、なんと学生時代からの腐れ縁だよ。父は何を研究していたんですか？そうか、聞いていないのか。では、彼から何かを受け取ったとか、そういうことは。昨日も言っていましたね。何も受け取ってはいません。そうか、それは残念だね。一体何なんですか？彼とは共同の研究の途上にあったんだよ。親父と共同研究？彼が死んだのは非常に残念だよ。こういう時に言うのもなんだが、その研究途上の資料類は引き継ぎたいと思っている。龍造寺先生、たった今1階にお車が到着しましたが。どうしたかね、一条君。いえ、そのお車が到着しましたが。うん、そうか。では有馬拓也君、何でしょうか。いずれゆっくりと話し合いたいものだね。何に関してでしょうか。君の父親と、そして君自身のこと。それでは失礼するよ、一条君。申し訳ございません。研究室に私の備品が残っていましたので。そうか、では下で待っている。はい。拓也。美月さん、もうびっくりしたわ。同じくさ、いきなり美人が現れたもんだから。相変わらずね。俺を探していたって話だけど。ええ、あなたがこれからどうするのか。これから？そう、そうだな。帰ってクソして寝るってのはどう？バカ、私が言っているのは。分かっているよ。でもみんなそのことを聞くよな。とりあえず卒業はするつもりさ。その後は分からない。じゃあこの境町学園を退学するつもりはないのね。ないな。美月さんがいなくなるのは寂しいけどね。それを聞いて安心したわ。そういえば先生と何を話していたの？龍造寺さんとかい？ええ、親父のこととかその辺のことさ。そう、何か呼んでるんじゃない？そうね、また機会があったら話をしたいわ。あ、俺もだよ。そうだ、美月さん。何？好意の恵理子先生が何か話があるとか。武田先生が？うん、そう、わかったわ。それじゃ。
あゆみさんじゃないか。どうしてここに。って質問は愚問だよな。一応現場の視察というところね。そっか、大変だね。安全な場所から命令だけをするという上司にはなりたくないから、こうして視察に来るのよ。その心意気はいいけど、怪我をしないでくれよな。ありがとう。こらこら、そこの男、勝手に入っちゃいかん。こらこら。さ、なんだお前は。ふん、僕のことを教えてやろう。現場監督か。なぜ知っている。さっき自分でそう言っていたじゃないか。そうか、言っておくが、有馬さんじゃないですか。ごめんなさい、私の息子です。ほう、有馬さんのご子息が。で、そのご子息は今どこ。おい、なんだ、まだいたのか。ここは立ち入り禁止だぞ。彼が私の息子です。ほう、なかなか頭脳明晰、容姿端麗なご子息ですな。さっきと言ってることが違うぞ。有馬さん、ご子息とはいえ現場監督の僕の許可なく。ごめんなさい、すぐに帰るよう言いますから。よろしくお願いしますよ。ごめんね、バタバタしていて。誰だいあのバカは。ダメよそんな言い方。だってどう見ても彼は豊臣くんだ。なんだ、無能な手下 A というやつか。そんな言い方をしないの。彼は仕事をそつなくこなすし、とても役立っているわ。もしかして。バカ言わないでくれ、あいつなんて関係ないさ。そうかしら。自分に。学校は。そんな不安そうな表情で尋ねないでくれよ。一応授業は終わり。あら、担任の武田先生から聞いてるけど。ヘリコ先生の言うことは根も葉もないデタラメだと本人が言うでしょうが、本当ですって言っていたわ。テストの結果なんて数字上のものよ。いや別に。テストなんて便宜上のものだもの。タクヤ君の人柄や性格は。もっと悪い評価かもしれないよな。そんなことないわ、あゆみがよく知ってる。タクヤ君はやる気になりさえすれば。すごく悪くなるってオチだと面白いよな。一頃学年ベスト3に入ったこともあるって。魔が差してね、なぜか勉強していた時があるんだ。高大さん、お父さんと同じ道を歩むって。いや、その予定は全くない。ねえ、拓也くん。なんだい。拓也くんはもう部活を。やめたよ、それは本当。そう、小さい頃からやっていたのにね。別に、親父に無理やりやらされていただけさ。心配することないよ、単に3年って学年を考えた結果だな。進路なんかも決めているの？なんとなく心に決めてる。そう、拓也くんももう大人だし、いろいろと考えて決めたことよね。しない。そう、ならいいわ。そういえば
拓也くん宛に小包が届いていたわ。小包？通販のアダルトビデオかな。あ、いやいや、じゃなくて、いや、その発送元は誰なんだい？いえ、何も書いていなかったから。何も書いてないか。そうね。大きさは？このくらいかな。20センチ四方か。わかった。結城のやつに頼んでいたアダルトじゃなくってあれだ。で、芸術性の高い女性のポーズ用人物デッサンビデオ、これだ。そんなことだったら言ってくれれば協力したのに。は？ビデオと同じことをすればいいんでしょ。生の方が、あ、そのシュニ、来てもらえますか。はい、今行きます。仕事だから行くわね。ああ今日は龍造寺先生のところに寄って工事拡張の打ち合わせをしてから。また遅くなりそうかい？早く帰るわ。待っていてくれる？じゃ、拓也くん。あ、
アリマですが。拓也くん。そうですが、あれ、あゆみさんかい？そう、よく聞いて。どうしたんだよ、焦ったような声を出して。今日、拓也くん宛てに届けられた。Thank you.
誰かいるのか？返事をしてくれ。親父か？親父、あんたなのか？どうしたんだよ、返事をしてくれ。おい、親父、いたら返事をしてくれ。おい、大丈夫か？おい、しっかりしろって。気を失っているらしい。これじゃ話どころじゃないな。気づいたみたいだぞ。どうしたんだい？夜間水泳でもしていたのか？黙ってちゃわからないぜ。岩場にそんな裸でいたら怪我をしてしまうぜ。あのな、いきなりその気分は悪くないが、こういうことはだな。何？おい、今病院にでも連れて行ってやるからな。したんだ。おい、冗談だろ。おい、しっかり。嘘、死んでる、死んでるぞ。冗談はやめようぜな。おい、親父、こういうタチの悪いジョークはやめてくれ。やっぱり本当に死んだ。死んでる。おい、なんとか言えよ。こんなところで。おい、警察をって言ってもしょうがないか。
嘘。消えてしまった。消えた？なバカな、マジックじゃあるまいし、人間が忽然と消えるなんてことが。なるほど。いや、因果律の流れに捨て去られたか。龍造寺さん、それにあゆみさん、拓也くん、今のは一体。俺が聞きたいくらいさ、あの野郎の手紙を。手紙？いや、その、あゆみさん、すべては有馬光大の思慮と意図の結果、君の持っているそれとともに。君の持っているそれだ。この鏡と妙な装置のことか？それらの意味するところは、おそらく我々が考えるよりも大きなものを保有しているのかもしれないな。それが彼の残した遺産か。私はそれを手に入れねばならない。さ、それを渡したまえ。冗談を言わないでくれ。わけもわからず渡すことなどできないな。では簡単に説明しようか。どういうことなんだよ、あゆみさん。拓也くん、私は龍造寺先生に言われて、あなたがここで。私が話そう、あゆみくん。どうして拓也くんがここにいるの？それは俺のセリフさ。あゆみさんがここにいるってことは、やつの手紙を見たってことか。やつ？やつって？それは。そうだな。ではまず、我々のこの空間、この時間は唯一無二のものではない。できるかよ。空間と時間は複数存在するということ。空間と時間が複数？そうだ。あんたの学校で教えることと違うじゃないか。同じ場所、同じ時間に無限の可能性が存在するのだよ。そしてそのことを我々は知っている。君に託されたそれは、可能性という扉の鍵とでも言うべきものだ。可能性の鍵？そうだ。あんた頭がちょっとあれかよ。その装置自体に大きな力は秘めていない。そうだな。概算でもたかだか50時間程度の幅を飛び越えるエネルギーしか保有。笑えるな、そいつは。君こそ今ここで気が触れないでほしいものだな。こんな時に闇を言う学長さんほど土地狂っちゃいないさ。どうかな。彼は何と言っていた？彼？50時間の幅を飛び越えるって言ったな。うん。じゃあ、あんたはこれはタイムマシンとでも言いたいのか？違う。違う？50時間を飛び越えたとしても、そこは唯一無二の場所ではないということだ。全く別の世界ということはエネルギー的にありえない。そうだが、隣の世界という可能性はある。なんだって？この世を支配する法則。君の父親はそのことに気づいていた。きっかけ？君の母親だ。龍造寺先生、どういうことですか？あゆみさん。拓也くんの母親って、どういうことなんですか？俺の母親って、どういうことだよ？うん。光大は言わなかったというわけか。俺の母親って、うん。光大は、やつって言っていたわ。まさか光大さん、あ
の人からの手紙、どういうこと、拓也くん。それはその、おそらく有馬光大はどこかにいるのだろう。どこかにいる。生きているんですか。我々のこの空間と時間内で探しても見つからないだろう。なぜそんなことがわかるんだ。君の持っているその装置、それが答えだよ。有馬光大はどこかで生きている。そしてそれは何もこの空間と時間内である必要はない。じゃあどこにいるんだよ。我々と同じ場所であって同じ場所ではない。先ほどの女性は全くの別ファクターだったようだな。私知っているのか、さっきの女性を。知らんな。ただ予想はできる。誰なんだ。言う必要はない。さあそれを渡してもらおうか。ライターってわけじゃないよな。もちろん鉛の玉が音速で飛び出す。ユートウチ先生、俺が渡したらそれで撃つつもりだろう。そんなことはしない。俺がこの後警察に駆け込むかもしれないぜ。警察が介入すると歩美くんが困ることになるだろうね。いや、窮地に立たされると言った方がいい。どういうことだ。さあ、あゆみさん、どういうことなんだ。私は知らないわ。さあ、渡したわ。竜蔵寺先生、やめてください。竜蔵寺先生、渡したわ。出すよ。物分かりがいいな。鉄砲にはかなわないからな。だが一つだけ教えてくれ。いいだろう。親父はどこかにいると言ったな。そう言った。それはこの装置があれば見つかる場所ということか。そうだ。この装置は一体何なんだ。だから言ったろう。無限に存在する時空間の可能性を見ることができる装置だ。どこか違う世界に親父がいるってことか。それは正確ではないな。我々と同じ場所にいるよ、彼は。だってあんたさっき。空間的物理的な位置は同じということだ。だが同じではない。専門道をやってるわけじゃないんだぜ。どのように君に話してもおそらく理解できないよ。らしいな。さあおしゃべりもここまでだ。その装置を。なんだ地震か。共鳴、いや違う。拓也くん、あゆみさん、でかいぞこの地震は。地震ではない。まさかさっきの女性が何かをしたのではないか。さっきの女性って別に何も。はが、情けないがこのままだとまずいことに。
光が眩しい。拓也くん、どこ？